岐阜県飛騨高山。日本のほぼ中央に位置するこの町は、古き良き歴史や伝統にあふれた、どこか懐かしさの漂う場所。そして四季折々の自然が織りなす美しい景色。まさにこの町は日本のふるさとといった感があります。そんな高山市が平成17年2月1日に近隣の9つの町村と合併し、日本一の面積を誇る新たな市へと生まれ変わります。そこで今回は、そんな新しく生まれ変わる高山市の魅力を、伝統や文化など様々な面からご紹介していきましょう。まずは春と秋の風物詩、高山祭り。毎年春に行われる祭りは山王祭りとも呼ばれ、江戸時代から受け継がれてきた絢爛豪華な屋台が春の高山を一層美しく見せてくれます。こちらはからくり奉納。変幻自在なその動きは高山祭りの最も大きな見どころの一つとなっています。夜祭り、白く淡い光を放ちながら引き回される屋台が幻想的な世界を作り上げています。木々が色づき始める秋に開催される八幡祭り。澄んだ秋風が通り抜ける中、街道を渡る美しい祭り行列は高山の古い町並みと見事に調和しています。秋の八幡祭りは春とはまた違う高山の素顔を垣間見せてくれます。江戸の面影を色濃く残す高山陣屋。高山城主金森家の下屋敷であったこの建物は、その後徳川幕府の直轄地となり、以後177年間、江戸から来た代官や軍隊により、ここが飛騨の政治の舞台となったのです。軍隊所の建物が当時のまま残っているのは、現在では全国でもここだけとなっています。この地方の暮らしを間近に感じたいという人にうってつけなのが宮川朝市。地元で採れた新鮮な野菜や果物が毎朝川沿いの露店に並びます。朝市のおばさんとのおしゃべりを楽しみながらのお買い物は、訪れた人々の心を温めてくれます。朝市は宮川沿いだけではなく、陣屋前でも毎朝開催されています。こちらは飛騨高山思い出体験館。ガラス細工、押し花細工、草木染めなどの様々な作品作りができます。遊び疲れた体を癒すには、こちらの飛騨高山クアアルプ、17種類のヘルシーバスを完備したアクアアミューズメントです。新高山市の西に位置する庄川村と清見村。庄川村の名物がおそば。庄川そば祭りでは、夏には真っ白なそばの花、秋には新そばなど、そばの魅力を存分に楽しむことができます。庄川村秋の名物連獅子。30頭の獅子が壮大な舞を繰り広げる飛騨庄川ふるさと祭り。山里の郷愁を思い起こさせる秋祭りです。自然豊かな清見村を代表するのが、緑の中を走り抜ける飛騨せせらぎ街道。四季折々の自然が広がるのどかですがすがしいドライブルートです。
街道沿いにあるおすすめの場所が森林公園大倉滝。高さ30メートルにも及ぶ大滝は荒々しさと優しさを兼ね備えた飛騨を代表する名瀑です。新高山市の東に位置する三浦川村、高根村、そして朝日村。三浦川村の名称、乗鞍スカイライン。平成15年から自然保護のため通行規制が行われましたが、シャトルバスに乗り換えれば今まで通り雲上の世界を満喫することができます。終着所の畳平は一面に広がる高山植物など自然の素晴らしさにあふれ、ここで自然観察教室なども開かれています。こちらは宿儺祭り。日本書紀にある伝説の人物両面宿儺を偲んで開かれる歴史ロマンあふれる秋祭りです。叙光愛氏の峠として数多くの小説や映画の舞台となった野麦峠。ここから望む山々の景色は人々の記憶に残る感動的な情景となっています。御嶽の北の麓にある茶王御嶽スノーリゾート。11月下旬からゴールデンウィークまでロングシーズンウィンタースポーツが楽しめます。また飛騨御嶽高原は夏場の冷涼な気候からスポーツ合宿や健康保養地としても注目を集めています。北アルプス連峰を一望に収める鈴蘭高原は朝日村の観光名所。ゴルフやスキーなどスポーツも存分に楽しめるリゾートエリアとして親しまれています。この村のもう一つの名物が秋上温泉旅館に隣接する氷点下の森。ホースで水をまいて作った氷の森は幻想的でロマンチックな気分に浸ることができます。古き良き日本の風情が色濃く残る町飛騨高山。中でも上一の町、上二の町、上三の町の3つの地域からなる古い町並みはどこか懐かしい安らげる空間です。飛騨高山の癒しといえば外すことができないのが火のぬくもり。これは一位一刀彫りという江戸時代からこの地方に伝わる伝統工芸です。木目の美しさを生かし彩色を施さない独特の彫刻は祭り屋台の装飾などにも使用されています。そして飛騨春慶、着色しない透明な木漆を幾重にも丁寧に塗り重ねて完成した漆器は使い込むほどに透明感を増していくといいます。こちらは合掌造りの集落飛騨の里。広大な敷地の中に飛騨地方の民家や農家がそのままの姿で集められています。夜間にはライトアップされることもあり幻想的な景観を楽しむことができます。飛騨高山は美食の宝庫。山あいならではの食材を生かし洗練された独自の食文化を培ってきたこの地方には食通をもうならせる名物料理が多数存在します。飛騨の食べ物といってまず思い浮かぶのがそう飛騨牛。柔らかく口の中でとろけるような食感はステーキなどにうってつけです。続いては今や新たな飛騨高山の味として欠かすことができない飛騨中華。醤油ベースのあっさりスープと細かく縮れた麺との相性は抜群で全国のラーメン通からも高い評価を受けています。こちらは飛騨高山を代表する味大葉味噌。香ばしい味噌の香りがつい食を進ませてしまいます。そして寒くなると飲みたくなるのがそうお酒。寒い地に涼酒ありの言葉通りこの地方には多くの名酒が存在します。毎年1月上旬から行われる酒蔵巡りではこの町の造り酒屋が酒蔵を一般公開、新酒の試飲なども行っています。
新しくなる高山市、その北に位置するのが上宝村と国府町。雄大なアルプスの麓に広がる奥飛騨温泉郷。ここには新穂高、栃尾、新平湯、福知、平湯と5つの温泉地があります。そんな奥飛騨温泉郷の5つの温泉地を一気に満喫できるのが露天風呂ラリー。毎年6月26日露天風呂の日に、新穂高の湯、荒神の湯、ヘルシーランド奥飛騨、昔話の里、そして神の湯が無料開放されます。5カ所すべて回れば記念品ももらえるという、一度で二度おいしいイベントです。上宝村を代表するもう一つの顔が新穂高ロープウェイ。白樺平駅と西穂高口とを結ぶ第二ロープウェイは国内初の2階建て。終着駅の西穂高口には展望台もあり、雲上からの大パノラマを楽しむことができます。飛騨三大名瀑の一つである平湯大滝が凍る真冬に開催される平湯大滝結氷祭り。ライトアップされた大滝のその姿からは、普段の豪快な力強さとはまた違った幻想的な美しさを感じることができます。奥飛騨温泉郷の玄関口でもある平湯温泉。阿房トンネルが開通し、関東方面からのアクセスも便利になりました。そして平湯バスターミナルは乗鞍スカイラインをはじめとし、上高地、新穂高への観光の拠点として多くの観光客でにぎわっています。国府町の名物が宇都江四十八滝。苔むす大樹や岩を縫い落下するその姿は、四季折々の自然が紡ぐ絹織物のよう。また飛騨随一の古刹、太平山安国寺。ここにある八角式の輪蔵は、室町時代の回転式のものとしては我が国最古のものでもあります。新しくなる高山市、その南に位置するのが宮村と久久野町。古代ロマンの里宮村、この村一番の名物が樹齢1100年の大樹臥龍桜。その姿が伏せている龍に似ていることからこの名が付けられたと言われています。宮村もう一つの名物が飛騨生き雛祭り。飛騨一円から選ばれた未婚の女性が平安絵巻さながらのお雛様を演じる春祭りです。久久野町は高原の町。海抜1000メートルにある荒良湖では毎年7月最後の土曜日に荒良湖フェスティバルが開催されます。湖面に浮かぶ水上花火が人気。自然あふれる久久野町は果物の宝庫。中でも最も生産量が多いのが人気種富士に代表されるリンゴ。身が締まってみずみずしく、甘い蜜もたっぷり入っています。それでは最後に飛騨高山へのアクセスをご紹介しましょう。まずは車で行くルート。高速道路を利用した場合、東京からはおよそ4時間半、大阪からはおよそ3時間半、名古屋からなら2時間ほどで到着。そして北陸金沢からはおよそ2時間半の旅です。次は電車で行くルート。東京からも大阪からも新幹線でまずは名古屋へ。名古屋からは JR 高山本線ワイドビュー飛騨を利用。東京からは4時間余り、大阪からはおよそ3時間、名古屋からなら2時間余り、そして北陸金沢からは2時間ほどで到着です。